昨日今日と文春が出て、宝塚の話がいろいろとか、まあ、また久しぶりにしっかり出た桜木湊。桜木湊さんって次期、あれですか、宙組のトップになるんじゃないかとか言われてる方ですかね。とか、綾風さんのファンとかが、クレームのメールとか LINE をしてるみたいな噂が出てるんですか。要は芹が戸和さんのせいでみたいな。まあ、それもね、どうなのって感じはしますけどね。松本人志の話じゃないけど、文春が言ってることが全て正しいわけではないですから、僕は文春をのヘビーユーザーでずっと見ているからあれですけど、文春の見方ってのがあるんで、文春ってのはまあ、今日も書いてあったけど、文春はファクトを書くんですよ。ここだけ書いときゃいいやっていうところ。で、文春側にとって書いて都合が悪いことは書かないので、当たってるけど、すべてではないっていう見方をしないと、その裏に、文春が書いてる裏に一体何を言ってないことが隠されてるんだろうなっていう、まあ、推理小説を読みながら読むもんだと思って、見る方が僕は正しい見方だと思ってるんで、ファクトが投げかけられてるだけのことを真実だと思わず、そこで一旦自分が考えることが大事なんじゃないんでしょうかと、僕は思いながら今日も見てましたけど、LINE 来たから、来た方の、昨日来た方紹介します。新たに来た方が何人かいらっしゃったんで、ライドさんですか。私も宝塚好きで、昔星組トップのヒューマカオルさんっていうんですか、この人の時から好きな方なんですね。セリカさんは、星組、花組、そして空組へ、花組の時は、宝塚の方っていうのは本当にあれですね。漢字がわかんないですよね。ランジュさんってのは、ランジュトムさんってことですか？ランジュさんだったので、ランジュさんと一緒だったので、そんなにひどいとも思わなかったです。あ、そうなんです。花組の時はね。ヒューマさんの時代の宝とかちゃんとしたお花が入っていて、花出しが大変でした。いつの頃からかお心づけになっていました。1000円からだったような、高級声楽ではなかったです。体育会系は、ゆずきレオンさんかなって言ってる宝塚ファンもいますと。結構いろんな名前が出てきて、僕はなかなか勉強になっておりますけど。やっぱり小林一族がいなくなったのと、専科からの理事がいない、春日の千代さん。これは轟優さんっていうんですか？現役舞台人がいないから、劇団も好き勝手してるのではないのか、が大きいのでは。昔からのファンは空組は解体しないとダメだと言っています。坂本さんは花組から空組に移動で、すみません、多分本若系。扇かなめさんは雪、星、そして空組からやっぱり星ですかねと。星組が問題なんですかねみたいなことですね。まあそういう方も来たりと。男性の方が来られたんですよ。この方はですね、俳優さんですね。宝塚の方とも何回か共演してる。私でよければ宝塚のこといろいろお教えしますよと。まあ、お名前に関しては、多分、後ほどわかるかなと。僕の YouTube に出てもらうことになったので、僕がね、全く宝塚わからないので、教えてもらうために皆さんの力をお借りして今やってる最中なんですが、まあ、心優しい人たちがこうやってどん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  LINE をいただけてるので、その方とは、まあ、近々会って、その会ってお話をしていただくので、ちょっと見ていただけたらな。あとですね。まあ、あと僕はこうやって、まあ、宝塚の方は初めてここ数日 LINE をいただいて、僕はこうやってラジオのお便りみたいに読んじゃうんで、YouTube スタイルってそういう感じなので、そもそもが。まあ、佐藤健さんファンとかの方はもちろんこのスタイルを知ってて、バン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  LINE をくれて、僕がそれを皆さんに伝えるっていう形式なので、僕に LINE をいただける方は、僕が話すと思って、言っていただけると嬉しいですね。そして、もっともっと教えていただける、私の意見を聞いてください、私の意見を伝えてくださいっていう方は、また LINE をください。僕のここにあるんで、上の方に、コミュニティっていうところがある。そこを押してもらうと、QR があるので、そこを読み込んでもらえれば、僕の LINE に直接つながるようになっておりますので、大丈夫です。でも僕個人の LINE なんで、ライドさんの、
YouTube 結構皆さんチェックしてますよみたいな、まあ、チェックされるためにやってますからね。見られてなんぼが YouTuber なんで、もちろん見られるために僕はやってるんで、